ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第212回配信を撮っていきたいと思います。前回ちょっと報告場所が分かんなくてあれってなってたのは、ここの角っこの建物の2階でしたね。さて、ではメドウィルさんに報告をしていきます。無事に戻ってきたんだね。ゴルゴタウルスを倒してくれたんだね。本当にありがとう。じゃあ渡します。この礼銀のキサは息子のものじゃないか。懐かしいね。このイシュガルドではね、ドラゴン族との戦いで死ねば聖者になれるんだ。だが魔物との戦いで死んだものはただの愚者さ。息子は大事な偵察の任務中に死んだんだ。それでもみんな知らぬ顔。遺品一つ、あだ一つ取りに行っちゃくれなかった。見ず知らずのバーのためにありがとうよ。これでやっとあの子も浮かばれるだろうさ。なんかすいません。なんかつらいね。なんか戦争は良くないね、やっぱりね。戦争じゃないけどね、これ魔物にやられてんだけどね。さて、そんなわけですが、残りのクエストがまたもやまたもやこっち、あるいはメインのこっち、どっちに行きますかね。まあメイン進めますか。現状マウント速度は全く上がってない状況なんですけど、先ほどちょっと舞さんにお付き合いしてもらって、この辺の討伐手帳を埋めてたんですけど、あれ、マウント速度めちゃくちゃ違うっていう。もう一瞬で置いてかれてるっていうね、そんな状況を見かけましたね。これは中か。マリさんはちなみになんかマウントが今2っていう状況だったらしいですけど、あれ、あ、彼か。誰か僕をぶってて言ってた、ちょっと危ない人だ。クラブランさん、こんにちは。あ、また言うてる。ああ、無力な私をぶってください。男の人だよね。オルシュファン様とあなた様に協力したいのですが。とてもとても。一瞬後読み飛ばした。一族から多数の異端者が出て、もはや申し開きもできない状態。各地の情報を集めるなんて、とてもとても。おい。アインハルト家がこの世の春を謳歌したのも今は昔。今や集落の一途をたどる社用の日々。あ、無力な私をぶって、すごいぶたれたがってるこの人。やばいね。イケメンなのに残念だな、お前も。はあ、なるほどね。ここで乗れる？乗れるね。すごい見づらい。あとはドラゴンヘッドの先生台か。先生台にいる。方に話を。ごめん、なんかコンテンツ中の人。先生台のあの塔の中まで馬で上がっていけるのね、すごい助かるね。この間落ちて大怪我したので慎重に行きましょう。よいしょ。これ下が高いんだよね、ほんと。この危な、ちょっと待って、視界が変わって見づらい。はい。さあ、ここ本当、なんだろうね、ファンタジーに出てくる図書館的じゃないですか。すごい可愛い。そして我が輩はこのハーネスをつけております。今、これが一番レベルが高いので。さあ、フォルモルさん、こんにちは。
なるほど。フォルタン家からの家の騎士がお前についたと。騎士にほだされても生まれは覆せんか。全く節操がなくて困る。何度でも言うが、この地は戦の最中なのだ。新しい異端審問官ギエーム様が着任してから、潜んでいた異端者も次々と発見されている。うん、ギエーム様ちょっと怪しいぞ。我らイシュガルドの民に飛空艇に構う暇などないのだ。確かにオルシュファン卿が己の道理を貫くのは勝手だが、同じ道理を我らに期待するのは身勝手というものだ。ムー、なるほど。戻る。他はじゃああとは多くのクエですね。じゃあもう一回ワープかな、こっから。この道また戻るもんね。じゃあ一度ドラゴンヘッドまでワープです。さて、オルシュファンさんのところまで戻ってまいりましたので、報告をしていきましょう。じゃあオルシュファンさん、こんにちは。ふふ、雪をものともせず駆け込んでくる姿、とてもいいな。しかしその顔では有力な情報は得られなかったか。最近は要人にも異端者の嫌疑がかかっている。異端者の話で持ちきりになるのも仕方がない。せめて都に出した使いが何か掴んでくることを期待しよう。うん。じゃあ続きのクエストを受けていきますか。あ、次は38なんですよな。レベル38クエスト、潔白の証明。キャンプドラゴンヘッドのオルシュファンは心配事があるようだ。未配の騎兵から気になる報告を受けた。先ほどフランセルが騎兵たちを連れて廃墟スチールビジル方面へ向かったらしい。見張りが聞いたところによると、近隣で暴れているドラゴン族を倒しに行ったらしいが、私の元にはそんな連絡は入っていないのだ。狙われたフランセル、暴虐の気配がするぞ。すまないが、北のスチールビジルに行ってあいつに手を貸してやってくれないか。スチールビジル、そんな場所あったっけ。これか。じゃあまあ向こうのクエストが溜まっておりますので、待って、これなんじゃ、これか。オーラムベイルがすごいアピってくる。ちょっと待って、オーラムベイルはちょっとしばらく行く予定はないので、どれだっけ？オーランベイル。これか。ちょっと表示をオフっておこう。あれ、オフってもあれ出るんだね。意味なかった。こっちか。あ、完全に忘れてたけど、槍のクエスト。槍。竜騎士クエストがありましたね。誰かいる？ここに誰もいない。下？これって下に行けるの？降りれないよね、これ。どっか行くところあるのかな。どっかから降りれる？どう見てもなんか行くとこないんだけど。え？ちょっと待ってね。あ、こっちから降りていけるっぽい雰囲気がする。えい、あ、こっから降りてるんだね。危な、なにここ。ちょっと ちょっと待って。水だ。あー、この距離だと、でも死ななくない？大怪我するかもしれないけど。
と待ってね。え、こっちに道がある。え、ちょっと待ってよ。とりあえずクエストはそっちにあるっぽい。すごい岩陰に隠れてるように。ちょっと登れないんだが。ふん。じゃあブルスモンさん、こんにちは。ほう。冒険者が青の試練を受けるとは。その実力とやらせいぜい見せてもらうとしよう。さあ、この魔物をお前の槍で倒してみせよ。誰？そこ。もうちょっとこっち来てくんないかな。あう。すげえ見づらいんだが。すいません、これ通常の魔物の方が強い。よし、危ないよここ。ブルスマさん倒しました。ん？冒険者にしてはよくやる。アドネール先生台にいるアルベルクにお前の竜騎士の証の輝きを見せるがよい。あとなんかここに落ちたなんか拾えっていうのなかったっけ。これこれ、ここはウィッチドロップではない。こっち。おにょれ。戻ろう。え、これどっから登る？だったっけ？あ、こっちから行ける。ってことは向こう側の谷底にも降りる道がある？怖いな、ここ。わあ、いいね。いいね、この風景。イエーイ。では。もうちょっとメインを進めつつですかね。こことここの2箇所だけ行っとこうか。そばだし。こっち？ここ降りるとこあった？あ、この隙間？狭っ。うわーっ、これ戦うにはならんやつじゃないですか。それさっきの横道行くの忘れたね。この人邪魔になる気がするね。
よし。ちょっとやっぱ防御力が心配かな。敵は出ますかね。爽快。倒してよかった。なんか攻撃してこんかった気がする。攻撃してきてた。減ってるってことは攻撃してきてたのかな。うまい。邪魔だな。あと一粒かな。あれ、なんか人がいる。それ登れない。イエイ。彼は何者。ほう、そのクリスタルの粒は、玉は奇遇だな。俺も一粒だが同じものを持っているんだ。だがこいつは見逃してくれ。今となっては唯一の俺が俺であった証なんだ。ジュリヌなら分かってくれるさ。え、この人霊ではなくて死んでないってことはドラゴン族ですか。こっち何？あ、さっきのとこと繋がってるんだ。了解。そっか、この谷底は繋がってて、こっちに行けると考えてよろしい？ちょっと行くのめんどくさいから行かないけど。じゃ、ここで落とされた人は、こっちに抜けれる。ということで、間違いない。かな。なんかトリックできそうだね。ミステリーとかの。あ、気づかれなかったっぽい。よしよし。それ槍のクエストはもう先生台に戻らないと受けれないので、あ、うん、これの報告は38で、これとの辺は37で受けれるので、いきますか。これなんだっけ、ストーンビジル、ウルダハ、ウルダハに行かなきゃいけない。はあ。で、これは、スチールビジル。これは、指定地点にセバスチャンを置くが38。じゃ、この3つかな。そうだね。
こっちとこっちとこれ、どっから行く？この辺になるとでも敵が強いな。討伐対象だね。倒せる？危ないかな。案外大丈夫だったかな。ん？あ、あれがスチールビジル。こっちの、あ、後で釣りしとこうかな。録画外かな、釣りはね。もう画像的にめちゃくちゃ地味だからね。格闘双剣だね。ちょっと双剣で試してみていい？よし、このスキルよ。残影めっちゃいるね。でもカモン、もうちょいこっち。残影のリキャストが長いっすね。ちょっと待って、あのお嬢さん姿見えてますけど、姿が見えてますが、ここまで一人で来たということで間違ってない。すごいな。お嬢さん、綺麗な方ですね。まあまあ、お父様から頼まれて私を連れ戻しにいらしたとおっしゃるの？私はただここに聖水を汲みに来ただけですのに。困ったお父様、本当に心配性なのだから。わかりました、これが済んだらすぐ戻りますわ。あなたのお仕事を邪魔するわけには参りませんものね。私が聖水を汲んでいる間、あなたは周囲の様子を見てきてくださいませんこと？だって本当に異端者がいたら恐ろしいですもの。うん。じゃあ、周囲の様子を見ていきますかね。怪しげな男がいますね。君君、怪しいですよ。なんだお前は。私がここで何をしていようと、お前には関係ないだろ。まさかお前は私を異端者だと疑っているのではあるまいな。不愉快だ、失礼する。うん、鋭く光るナイフが落ちてます。ちょっと待てー、
っと待ってね。せっかくなので、あと文句かな、討伐でしょ。あとこのレッドフォーガさんはいなさそう。いるかもしれないけど、ちょっと今倒せないジョブばっかりかな。でも文句メインで進めてきたつもりだけどね、ちょっと防御力弱いんだよね。で攻撃力もちょっと今ね、装備品が大して強くないから攻撃力もないっていう。よし、では、まあ、ここまだ報告じゃないからいいか。どうなさいましたの？あら、その手に握っているものは何です？ナイフが落ちてましたよ。妙な様子の殿方が、これを？その殿方、本当に異端者だったのかもしれませんわ。ああ、なんて恐ろしい。私は先にキャンプドラゴンヘッドへ戻ります。あなたも早くこの場を立ち去った方がよろしくてよ。このお嬢さんはすごいね。一人でここに来て、一人で帰っていき。ちょっとオーガさん倒しとこうか。一人ドラミングをしている。ちょっと面白い。相手もおらんのに。あと何体だろうね。ダウニーエビスさんは、へい、やっぱりバーサク入れてないとだいぶきついね。あと何体？あと1体ぐらい。せっかくなので。これで終わりかな？さすがに。戻ろうか。
ちょっとじゃあ次回は一回ドラゴンヘッド、キャンプドラゴンヘッドに戻って報告するところからスタートしたいと思います。では212回ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。